国会はフランス共和国の立法府。上院にあたる元老院と下院の国民議会で構成される。憲法改革の特別集会の時は国会両院合同会議とも呼ばれる。通常集会では両院制により分けられ、下院にあたる国民議会はブルボン宮殿に本部を置き、上院にあたる元老院はリュクサンブルール宮殿に本部を置く。両宮殿とも パリ市にある。立法府として国内法を定めるも欧州連合加盟国として EU 法を遵守するため、その議事が7割を占めるとも言う。1962年の憲法改革以前は国民主権を代表する唯一の機関であったが、ドコール主義の影響下などで大統領と共有されることになった。フランス語で同じくパーラモンと呼ばれるものの、 アンシャンレジーム期の表情法院とは関係がない。近代的な国会はフランス革命の概念で発生し、2世紀の間に多くの改革や解明などがなされたが、現在の国会は1958年の憲法に定義されている。憲法の第89条は憲法改革の主権を紹介する。各院は憲法改革法案を決議した後にベルサイユ宮殿で 国会両院合同会議が集会して再投票する。ありがとうございます。